ルス館とは、東アジアにおいて、皇帝が都以外の主要都市に滞在する場合、ルスとなったコートにおいて、皇帝の代理として、国政を担当する官職、機関のことである。日本においては、1869年の東京再興時に、京都に設置されたものが特に知られている。より正確には、東アジアの副都政において、 皇帝が常住するコートを離れて、バイトに一時的に滞在する場合、皇帝不在のコートで代理として国政に当たらせるために置かれたものを、留守官と称する。この留守官に任命されたのは一般に皇帝から厚い信頼を受けた重臣であり、大使が代理となる場合は、留守官ではなく、大使勧告と称した。古代日本においては、 寒武天皇時代の793年まで、南波と飛鳥、あるいは、大津と飛鳥、奈良と南波というような副都政が取られており、天智天皇が、大見大津宮に移った時飛鳥の経営に、留守官が設置された。慶応4年7月17日、新政府により、江戸を、称して東京と、試すの称書が発せられ、江戸が東京と改称された。明治開言後、明治天皇が、 東京のため京都を出発、明治元年10月13日東京に入り江土壌を、東京の皇居と定めて、東京城と解消したが、この時留守官は設置されなかった。同年末、天皇は一旦観光し12月22日、京都に戻った。ついで翌明治2年2月24日には、天皇の東京滞在中は、大城官も東京に移す旨が通達され、 一方で、岩倉智美は、次なる投稿が、先都の考えによるものではないことを解いて、京都御所内の不安解消に努めた。同年3月には2回目の投稿が行われて3月28日、天皇は東京城に入った。この時東京城は、工場と解消されて、大城館も東京に移転され、京都には留守館が設置された。しかし当時の京都は、 この地に在住する公家や藩主、役人などが民衆を巻き込み東京最高に対する大規模な反対運動を起こし、これとともに新政府の丘政策に不満を持つ尊上派による政府要人の襲撃、暗殺事件が頻発するなど、騒然たる状況にあった。そして新政府内では、東京への速やかな戦闘を主張する三条耳に対し、 岩倉ともが京都への一定の配慮を重視する勢力を代表し、両者は激しい論争を繰り広げていた。当初、留守官の長官たる、留守長官には、高塚佐助弘、次官には、岩下方平、唐妻光則が任じられていたが、1869年9月の大村松次郎襲撃事件を契機に、長官は、中見角詰めの、次官は、あの構成、 河田明夫、宇田園と岩倉智美に近い公家有志で固められた。彼らによって構成されたルスカンの役割は、京都における大乗官の分身として、尊上派残党や東京天と反対派を監視、鎮圧し、公家社会を威武する点にあった。また書写寺の監督も重要な干渉事項であった。ルスカンは、行部省、大倉省、兵部省など、 中央所管庁の京都留守、出張所や地方館長である京都府を管轄下に置いていたが、東京テントが規制事実化することで、その存在意義は薄れ、新政府内部での位置づけも低下していった。そして1871年までに京都御所を残して、所管庁の留守、出張所が次々に廃されたことで、中央行政機関としては実態を失っていった。 ルスカン自体も、所管事項をめぐって、京都府との摩擦が大きくなり、1870年の前半には、京都府と合併された後同年5月には、京都府から宮中へと移管された。この過程でルスカンの性格も、長官の中身角を中心に、東京テントに反対する在京区下の立場を、新政府に代弁する機関へと変質していった。 また1869年12月、保守派の区芸や平田派国学者たちが、東京の大学校設置に対抗して、仮大学校を開校した背景には、京都が東京と対等な地位にあることをアピールしたい中三角ら、留守間の暗黙の指示があったものの、この動きは新政府の承認を得られないまま進められたものであった。そして翌1870年7月、 生徒を集められず不審となった仮大学校は廃止を余儀なくされ、12月、留守官が京都の区内省と統合された時点で中見角は罷免された。その後、村上白毛の富山光介、あたご通り朝日が無本の罪で逮捕される二強事件3月を機に、区下社会による東京テント反対の動きが鎮静化に向かったこともあって、 ルスカンは1871年8月23日に廃止となった。明治新政府は東京に遷都する胸の公式声明を行うことはなかったが、京都のルスカンが廃止されたことで、京都から東京への首都機能の移転は完了したと言える。なお1883年1月、裁判年の岩倉智美は、京都工具保存の意見書の中で、京都における、 留守市の設置を提言し、留守間復活と副都政に対するこだわりを見せた。この提言は岩倉没後の同年10月、宮内省、京都市長の設置という形で具体化され、ここには、旧区下が多数任用されたが、早くも3年後の1886年2月には、宮内省の気候改革により、廃止、同省、主電量京都市長所へと縮小。 格下げされた。市長設置の大上官たちは1908年まで廃止されなかった。ありがとうございます。